はい、鳥取市のハンコ屋いろは堂です。本日は、先日お伝えしました図書館で夢を叶えました大賞の副賞でありますアニメ化のですね、ゲラ釣りできました。ちょっとまだね、本番のやつではないので全部はちょっとお見せしませんが、この一コマ目なんかどうでしょうか。いろは堂をご存知の方は、非常に特徴を取られてるなと思っていただけるのではないでしょうかね。こんな感じで、下書きの方できてまいりました。ちょっとね、修正する点、修正していただきたい点なんかありましたので、ちょっとこちらの方から、一言二言言わせていただいて、その部分を修正していただいて、本番の絵に入って、漫画が仕上げていただけるようです。また本番の方で来ましたらね、ご報告したいと思います。楽しみにしておいてください。いろは堂でした。